おっさんがひたすらジャンプしていくゲーム、始まるよということでやっていきましょう。タップしてスタート。陸上競技かと思いきや、ラインに到達したらタップ。そして、足が地面についたらタップ。おー、ラインがあるね。とー、おー、ステップ。さあ、押してジェットパックをブースト。おー、燃料切れたじゃん。ほい。あー、もうダメなのか。ズザー。164メートル。164ドルゲットできた。ゲットしたお金で能力を上げていくと。ジャンプ力をアップ。レディーゴー。ホップ。ホップ。ホップ。燃料がもう切れちゃった。ズザー。さっきより行ってないじゃないか。ジャンプが良くなかったね。ジェットパックのアップグレード。二つの円が、よいしょー。重なるあたりがパーフェクト。さあ、その後はどうする？コロン。ズザー。お、宝箱だ。なんか出てきたぞ。帽子？帽子かぶったけど、見た目が変わるだけかな。これ序盤はまだ能力が低いからあまり遠くまで行けないけども、能力がどんどん上がっていったら遠く彼方まで飛ぶことができて気持ちよくなるんだろうな。しばらく放置と、この右側のオフライン中の報酬上げ、それをしてお金を貯めておきました。なんかちまちまと進めても全然お金がたまんないし、スコアが伸びなくて、見た目が変わらなくて面白くないなと思ったんで、まずはがっつり上げてから進めようっていう。うん、よし。ジャンプがレベル16、ジェットパックがレベル15、これだけ進めれば。レディーゴー。操作方法を若干忘れてんだけどね。円が重なった時に、そしてハイスコア余裕で超えて守護。ああ、もう燃料が尽きた。言うほど飛ばないな。ずさー。さあ、これでなんかもうちょい上手い飛び方あんのかな。ほい、パーフェクト、パーフェクト。そしてこしつつ小出しの方がいいのか。お、新記録。最初の方に飛んじゃって正解だったか。宝箱、やったね。帽子だ。帽子をかぶってと。これレベルアップさせるまでにさ、結構かかるのもそうなんだけども、よいしょ。まずはジャンプ、1レベルアップさせて、伸びる飛距離が大して変わんないから、なかなか先へ進めたっていう達成感がなくて、モチベーションが上がらんよな。レベルアップがレベルアップ感がかんね、見えないっていうのが、これはちょっと良くない。あー、これは失敗か。角度の問題かな。いい角度の時にジェット噴射した方が良さそう。宝箱だ。帽子をゲット。見た目はというかね、システムはね、嫌いじゃないんだけどもね、そこのバランスだよな。レベルアップと飛距離のバランス、もうちょっと伸ばしてほしい。で、しきりにこの VIP メンバーシップっていうね、あのクソ仕様をね広告で流してきて家を釣るんだけども、こんなふざけたのを誰が買うんだっていうね。ブースターペット限定帽子、広告なし、ジェットパックコイン無料でお試しができるだと。これ3日間無料ですが、その後はね、かかりますっていうさ、もしかしたら自動的に入っちゃうかもしれないから、とても危ない。で、
1600円か月ってこれ言葉おかしいけど、おそらく月額1600円でしょ。クソすぎるじゃん誰がやるんだこんなの。うん、非常にそういう点で怪しいですそんな怪しいもんついゲーム部分はね面白そうだと思ったから実況しちゃったけども、うん、怪しさ満点なんで気をつけてね。ということでご視聴ありがとうございました。